こんんばはりょですバイオリン初心者が100日間毎日4時間練習するチャレンジの19日目です本日は2021年2月22日月曜日ただいまの時刻は22時41分ですちょっと遅くなりました今日は本日の練習時間はこちらです4時間1分4時間やりました <laughs> ななんかすす、ごい久ししぶりな気がします4時間やったの。でもここ3日ぐらいなんだかんだ言って4時間達成できていなかったのでちゃんとやりましたよ今日はと状況整理しますと先週の金曜日あたりにちょっと首がね痛くなってしまってちょっと練習がままならないと、まあ、前からね痛くてちょっとごまかしごまかしやってきたんですけど、まあ、それがちょっと痛くなってしまったのでなんかねこのまま策打たずに やり続けるのはまずいなと思いまして、ネックストラップっていうね、あらわずを考えました。ここにあるんですけど、見せられるかなうまい感じで。あ、ちょっとこの辺ガチガチ当たっちゃうな。あ、いろいろ当たってる。こいつです。こいつです。こんな感じ。こいつが身について,て、これでこう首に引っ掛けてっていうのをやってます。 まあね、完全オリジナルなんです自作で作りましたで今日初めてこのネックストラップをつけた状態で4時間練習っていうのをやってみましたやった感じなんですけど、まあ、もちろんね多少疲れたりっていうのはあるんですけどやっぱ楽になってるっていう感じはありますはいで次の日の朝にね結構前日の痛さとかが来てっていうのがあるので 明日の朝ですね、明日の朝になってみて首がだいぶ楽であれば、まあ、多分ねこのネックストラップつけたおかげだと思うんで、まあ、効果ありということで今後も続けようと思いますこんなもんかな今日は明日ねお休みですねすげえ嬉しい <laughs> すげえとか言っちゃった <laughs> すごく嬉しいですそうそういう関係で、ね、今日はちょっと遅くまで頑張ってみましたはい、まだ19日目ですから5分の1も待ってない まだまだ続きますが気長に頑張ろうと思いますまた明日お会いしましょうバイバイ